ーの、マリンパッパです。はい、今日の企画は1年記念日のお祝いがある、片方だけ超豪華だったらマラミはどの反応するか見ていきたいと思います。イエッ、1年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで、ちょっとなんかね、無事やってこれました、はいはい、で、今日はちょっと夕方から事務所で打ち合わせで、18時ぐらいにマナちゃん来るんですけど、はい、先に来て、オープニングを撮ってます。はい、で、この間、マナミに、日々の感謝のプレゼントで、ポッテガのキーリングをあげたんですよ。はいはい、あげましたね。その時に、ポッテガ見てたら、なんかめっちゃ超可愛い iPhone ケースがあったから、今日買ってきました。自分用に。え、待って、じゃなくて、これ iPhone ケース入ってる。iPhone ケース。なんでこんなでかいんですか？うん。なんかこれが普通らしい、最近は。まなみのやつもこんなんやったから。で、キーリングやるじゃん。あれやね、宣伝してほしいやろな、ポテガさんは。看板も出してるみたいな、ね。そう。確かによく見るもん、これ。で、まなみには、こっち。はい、ネズミ色の紙袋です。3の洗顔。これもこれでサイズの差でか。でこれを大堀さんが今日学びとかで打ち合わせ終わった後に1年おめでとうございますみたいな感じで渡してほしい、はい、そういうことね。はい、じゃあそんな感じでもうすぐしたらまなちゃん来ると思うんでやっていきたいと思います、はい、かわいそうまなみOK。 大堀さんとジム一緒に行きます？最近筋トレ頑張ったの。え？あ、でも、普通にダンベル買って、うん、こう地味にできるやつ、家でこうテレビ見ながら、普通に、うん、続けているんですか？鼻くそついてる。嘘鼻くそついてて言ってあげるタイプなんや。え、なんで言ってあげるタイプなの？言ってあげます。言いますね、多分。え、鼻水出ますよ、みたいな。かわいそうやね。かわいい。鼻水出たまま喋ってるのがかわいそうや。そんな逆に、その距離で見れる鼻くそだった。マジで全然分からんかった。全然分かってないよ。マジで分かってたけど、今。それはお前、仲間じゃねえか。一番タイプ。マジで分かってないよ。マジで分かってないよ。だって言ってあげるタイプなんやけど、あんな分かってないよ。ほんまに気づいてなかった。ちょっと待って、ほんまに気づいてなかった。でも今日は終わりでしょうね。そうね、もうそろそろ終わりっていうか、マラソンのことでしたね。もう帰る？ん？ジム行かんのかな。ジム、もう逃げ出しそうなるわ、ジム。めっちゃいい汗かいて。めっちゃいい汗。待って、大橋さん、なんでこんな差ある？いや、だから
あの必要としてる人のもとに必要なものです。めっちゃ可愛いよ。好き。なんなら風よりマナミの方がボッテが好きやねんけど。まっすぐな。うん。なんで？もらっといて文句言いないよ。文句言ってないで、これはこれで嬉しいけど、色違いでもこれでもいいですよみたいな。なんかちょっと気悪いな。色違い。色違い。色違い。これでもいいですよみたいな。ちゃでちゃで。ちゃでちゃで。ちゃでちゃで。一番気悪いなよ。いや気悪るのよ。一番気悪いやなんか。違う。めっちゃやたらさ、さつけさ、さるってさ。めっちゃやたら差つけられてさ、こっちも気悪いわ。あんたしくんねんちゃん、なんかしてんちゃん、なんかしてんちゃん。なんでこれやったの？なんでこんな？なんで、うん、あ、あんたちょっと怪しいんだ。なんでこれ、なんかどっちやん。違う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 。なんでこんな金額あるのかな。で、なんかめっちゃ思ったんが、フーがそこに対して全然突っ込まないっていう。かわいさになってるからね。まあね、自分が。でも自分。ね、いいですか、自分の方が高いのもらってみたいな。なんで、なんでみたいな。違う、普通に思いません？なんでこんなの？俺は。ガチガチで、これほんまにくれてるの。ほんまにまなみはこっちでフー。じゃあ、いるんだよ、大将。嬉しいですけど、ほんまにガチ、ガチ、ほんまにガチな。あ、なんかしこへんの。うわ、しこへん。ねって。本当ばっか言われる。違うで、ね、フグだから何年間だったね。ガチでほんまに面白くガチだ。まだ言うガチ。なんかやりづらくなってきた。美味しいご飯を食うたらでしょ。頑張れる、こんなもらったら。うるさい、なんかうるさい。なあ、おいさん、まだかわいそうになってこわへんの。俺が聞いてたもん、腹つく。腹立つやろ。頑張ろう、こんなボッテガとかもらって。ジム行かなあかんし。ジム行こう。堀さん、ありがとうございます。うお疲れ様です。次行く。次、来週から。来週か。来週。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。もう危なって、めちゃめちゃ危なって。今の話、今の話。あはは、ちょっと待って、今の話、これさ、ドッキリやろ、絶対。絶対そうやろ。ちょっと、どうですか、お嫁さん、どうですか。お嫁さん、これドッキリですか。お嫁さん、これはドッキリですか。ドッキリです。知らないですね。どういうことなのこれ。自分で買いました。フーからの、フーのお金で買いましたね、もうこれを。で、フーらが1年記念日やったやん、最近。だから大堀さんからのお祝いでこれをプレゼントしてもらって、格差がありすぎたら、まなみはどういう反応するのかっていう。あ、ね、ちなみに俺から何もありません。あー、なんでなんすか。あ、そういうこと。これどっちもフーのってこと。そう、ただこれはフーも持ってたよ。結果何もなし。何？何？ペンマイちゃんのキーリングと多分一緒の。多分ほんまに。ピスタチオ。ほら、だってさ、ママのような好きすぎ、全部かぶせてくんねんけど。やっぱりプレゼントしたやつだからかぶせないやつ。いやいや、ほんまにありがたく思うよ。かぶせない。やばくない？かぶさってあげてるから。あげてるから。いいよ、めっちゃいいよ。もう、いやー、もう、もう、帰るね。ありがとうございます、じゃあ。もう、読んでよ。帰るで、ほんと、マジで。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。なんか、そうじゃなかった。さっきから、なんか、そうじゃなかった。